どうも、しゅんです。こんにちは。就活会議の竹本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、キーエンスの模擬面接企画ということで、実際のキーエンスの元社員さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。猿田淳と申します。早稲田大学社会科学部を卒業して、新卒でキーエンスに入りました。面接しっかり突破してきたんで、皆様の力になれればと思って、今日は参加させていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実際の就活生にもお越しいただきました。お一人ずつ自己紹介をお願いします。立教大学社会学部社会学科を卒業しました。古川正弘と申します。よろしくお願いします。京都立花大学3回生の前原彩乃と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに古川さんの今の就活の状況ってどんな感じですか？徹底的に落ちて落ちて落ちまくってそのまま卒業っていう状況なんで、就活浪人というか無職ですね。どういうところ受けてたんですか？なりたい職業って言ったら本当に大学職員ぐらいしかなかったんですけど、それに全部落ちて、並行して受けていた中小企業とかも全部落ちて、途中から受け始めた不動産も全部落ちて、就活を諦めたっていう状況です、うん、ちなみになんで大学職員？教育に携わりたかったっていうのもあるんですけれど、うん、労働条件といいますか転勤の少なさとか働きやすい環境を整ってるなっていうのもありました。前原さんは最近どうですか？第一志望のエントリーシートが落ちちゃって、実はそこから本当にやる気なくしてたんですけど、ついこの前第一志望軍のイエスが通ってまた頑張ろうっていう感じですね。キーエンスの面接って結構独特っていう噂を聞いたことがあるんですけど、うん、実際どうなんですか？キーエンスの面接は一般的な面接ちょっと変わってまして、一般企業ってエントリーシートを出してそこに対して人事の方が深掘りするって形だと思うんですけど、うん、キーエンスは本当実力面接です。何ですか実力面接？例えば説得面接というものがあります。例えばガラケー派の人に対してスマートフォンに変えるように説得してください、3分間です用意スタートみたいな。営業の会社だから相手を説得させる力を見てるっていうですね。説得って言葉に惑わされちゃうと実は落ちてしまうんですけど、そのような変わった面接になってます。じゃあ古川さんの方から面接をしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。実際に僕が面接で出されたお題でやらせていただきます。私は社会人なんですよね。会議が嫌いです。なのでこれから3分間で私が会議を好きになるように説得してください。準備はよろしいでしょうか？はい、じゃあ用意スタート。会議っていうのは当然目的があるわけです。例えば仕事を円滑に進めるためですとか、仕事の詳細を決める、詳細を決めてあとは動くだけっていう状況にするために会議っていうのはあるわけですけれど、会議なしで仕事をするとどうなるかと言いますと、当然何も計画が立てられていない、責任の所在ですとか予算ですとか何をするかということもあまり決められていない状態でお仕事ですとか動く方に回っていくことになると思うんですよ。そういった状況に陥りたいですかっていう話なんですけど会議の重要性は理解してるんですけど、正直僕としたらめんどくさいし長いし興味の話聞かなくちゃいけないし、本当に会議嫌いなんですよ。どうしても会議嫌いっていうのが僕の中で定着しちゃってるんで、そこをどうにかなんかないですかね？そこはもう割り切っちゃって、自分と関係ないところはスルーして、その間も自分がやることを考えていればいいと思いますよ。逆に自分と関わる話だけに集中していけば自分の役に立つ有益な時間になると思います。それこそ聞かなくてずっとぼーっとしてるだけだと何の生産性もないじゃないですか。そもそも会議の時間こそ無駄なんじゃないかって思っちゃうんですよ。最初に資料配布から始まるわけですよ。多少やっぱ理解しないと僕としても意見求められると言えないんで、読み込みから始まるわけですよね。そことか本当無駄だなと思ってて、そこだけのなんか解決ないですかね？そうですね。あ、終了です。僕らもやってみたくなりますね。次やってもいいですか？僕らももちろんです。どうでした？感想。めちゃくちゃ難しいっていうか、自分がいつも考えてもいないことを急に振られて本当にアドリブ試されるっていうか、何も考えずに生活してきたんだなって感じですね。自分に自信なくなっちゃいますね。これ面接ってこれだけなんですか？これが二次面接ですかね。いいですか？僕らも。はい。会議が嫌いなんですね。会議を少しでも好きになるように説得していただけたらなと思います。よーいスタート。猿田さんは具体的にどういう部分が嫌いですか？会議自体が嫌いっちゃ嫌いなんですけど、長くて興味ない話聞かなくちゃいけない、そこが一番苦痛ですよね。猿田さんの本社の中での裁量権どれぐらいありますか？裁量権正直言うとほとんどないです。発言することもないんですよ。参加しなくちゃいけないし、上の言ってることがあんまよくわかんないし。猿田さんとしては、はい、ビジネスパーソンとしてどうなりたいとかってありますか？僕としては最初はプレイヤーとしてバリバリやっていきたいなと思ってるんで、正直会議ってもうマネージャー陣だけ出ればいいんじゃないの、僕いる必要ないでしょ、本当にっていうイメージがあるんですよ。確かにおっしゃる通りだと思ってます。一方で猿田さんが今なりたいとおっしゃっていたプレイヤーとしてバリバリやりたいっていうところの目的があったとして、そのための手段として営業の売り上げを上げるっていう社外の数字ベースのものと、会社で出世するってなると社内で認められるとか社内政治みたいなところで、はい、裁量権のある立場ではない方特に大事だと思ってて、その上
上で会議において自分なりの意味のないものだと思われる部分でも自分なりに意味付けをして何かしらの役割を果たすことで猿田さんがなりたいビジネスパーソンとしてのゾーンに近づくと僕は思うんですよね。なので会議の中で猿田さんなりのできることを見出すっていうことは大切なことかなと思ってます。もう一個なんか時間がどうしても最初資料配られたりして見なくちゃいけなくてその後実際に本題に入るわけじゃないですか。そこをうまく省けたら僕の今のところの現状は打破できるんですけど、個人的には無駄なこととかを言ってもいいと思ってます。ちなみに主張とかってされたことありますか？あ、終わりです。私会議が嫌いなんですね。今よりも少しでも会議を好きになるように3分間で説得してください。よーい、スタート。最初になんで嫌いなのかっていうところを聞いてもいいですか？一つは長いですよね。あの時間本当に眠いし無駄だなっていうところと、あとはやっぱ興味ない話多いんですよ、長いんで。ちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、仕事の中でやってて楽しいなって思う瞬間ってどこですか？お客様の課題を解決した時っていうのが一番僕の中でのやりがいになってます。嫌いなものを好きになる方法ってそれを完全になくしてやらないか、その中で少しでも楽しいことを見つけるっていう、この二択かなと思うんですけど、役職で言うと今ってどのあたり？ただの営業マンですね。強制的に参加しなきゃいけない。そうなんです。そこもちょっと僕としている僕みたいな、なくすっていうことは難しいって感じですね。そうなんですよ。私としては2つ目のつまらないけどなんか楽しいことを見つけるっていうところで絞っていくのがいいかなと思うんですよね。そのミーティングで最終的に感謝をされることを見つけるのがいいかなと思うんですけど、例えば細かに事録を取って共有して感謝をされるっていうのはどうかなってちょっと思ったんですけど。確かに記事録はやったことないですね、はい、それちょっとやってみようかなと思うんですけどね。他に何かありますかね？この人の発言いいなっていうのをメモ取っといて、未来の自分にありがとうと言われるようなことをやってみるとかっていうのはどうかってちょっと思いました。確かにそれだったら会議もね、行く意味というかありますよね。はい、終わりです。3人の中で誰が一番良かったかっていうのと、それぞれのフィードバックをいただいてもよろしいでしょうか？ダントツ1番も滝本さん、うん、おー、ありがとうございます。理由の方をお願いします。古川さんが最下位になるんですけど、そこの大きな違いがやっぱありますね。どういう仕事かってところを考える必要があって、営業は相手の問題解決のためにやるものなんですよ。その上で何が一番必要なのかってやっぱヒアリングです。古川さんの場合は説得ってここまでって殴りにかかってる感じだったんで。聞いてよかったんですね。そうなんです。竹本さん最初にどのような課題があるんですかとヒアリング一発目で言えたのはすごい良かったと思いますし、この面接の趣旨っていうのが説得って言葉に踊らされちゃいけなくて、正直3分間の説得なんて無理なんですよ。じゃあどこ見られてるのって言ったら、本当に理不尽ないっぱい言われるんですけど、それの答えに対してどれだけ論理的に返し続けられるかが見られてるんで、そこでやっぱ最初ヒアリングした上でそれを解決するように言ってみて、またどうせなんかひねくれたから入ってくるんですよ、この面接って。それに対しても提案し続けて、いわゆるその3分間どれだけキャッチボールができるか。実際に同じ時に受けてた一人が論破して本人のドヤ顔してたんですけど、次の面接いなかったですね。どんだけ論理的に返せるか、これが一番営業の現場でも大事だと思います。ちなみにサルタさんはどういう回答をされたんですか？僕最後だったんですよ、3番目だったんで、2人見てても3分間で無理だなと思ったんで、前提を作りましたね。最初に実際僕正直に考えて3分間で説得さん無理だと思うんですね。なので今よりも少しでも好きにならせることができたらいいですかねってところで、まずアグリをいただいて、同じようにどういうところがまだ嫌いなんですか、その3つ出してもらったうちの2つぐらいは提案できたんで、僕言われたのが資料を配布するところから始まって、それを確認してやるから、そこめっちゃめんどくさいんだよねって言われたんで、そこに関しては前もって送っといて、みんなが知識を蓄えた上で最初から本題に入ったらどうですかってところでいいねって言っていただいて、最初どういうところに課題があるのかを聞かないと回答って出せないんで、そこでバツついちゃうんじゃないかな。古川さんどうですか、やってみて。確かにお題言われたからそれに対してただ言えばいいんだって思ってたんですけど、会話していいんですね。そうですね、出だしでパッて言ったんですけど、もうこれパッて。ということで2次面接を模擬面接をしていただいたんですけども、続いて3次面接はまた変わった面接があるということで、前原さんと古川さん2人にお答えいただけたらなと思ってます。後輩も就活会議の方でよろしくお願いします。現場にはでっかいカメラが置かれてて、常にビデオに撮られてる。人事の方はもう慣れてるんで、深掘りの深掘りがすごいですよ。引っ張っていかなければいけないって思う方が大半だと思うんですけど、私はそうではないと思っていて、協調性を維持しつつ必要とあれば冷徹な決断もできると。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。